こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。こちらですね、今回はアルケミスト限定キャラクター召喚ということで、アルケミストの4人ですね、金色モザイクのアリス・カターレット、コミックガールズの色川るき、キラーファンタジアオリジナルキャラクターコルク、そしてマチコリョウってなんだ、サチハラグラクッティですね。マチコリョウということで、まあ、狙いはノーマルコルクです。こちらをノーマル、取りに行きたいなと思います。行ってみましょう。まあどうだ、まずはチケットで取りに行きます。まあ、ダメだ。お腹めしいな。で、初回10回召喚いきます。行ってみましょう。お、星4以上来る。星4か。いいの、水葉ステア魔法、これで来る可能性が一気に減ったな。星4以上がダメ。お、また来た。星4以上。星4のなんだ？天野美優ブレンドです。ちょっとダメっぽいな。ちょっと終わりかな。まだある。ダメですね。ミユよ、アルケミストになったお姉さんがあなたをいろんな力で優しく支えてあげるとキャラ付けしてみましたが、これで同人のネタが降ってきたりしないでしょうか。次回も頑張ります。また初登場は天野美優だけだけど、これ飯野瑞葉は実は2回目なんですよね。飯野瑞葉、覚醒です。しかもいろいろ覚醒ということで、関あやめもいます。あ、ごめんなさい、眠くなっちゃって。はい、というわけで、まあこのメイドアミタもあと何日なの、時間があればたまればやりたいと思います。はい、今回はアルケミスト限定キャラクター召喚をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。